日本鉄道804-3200型は、かつて、日本国有鉄道及びその前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、日本鉄道が1903年に、イギリスのベイヤーピーコック車から24両を輸入した、車軸配置2から6から2、単式2機等の飽和式タンク機関車で、P3-5 型と称された。本形式は、 ドイツ製の H35 系 HS35 型と同様の経緯で導入されたもので、当初はイギリス製をベイヤー・ピーコック社とニールソン社に12両ずつ発注する予定であったが、ニールソン社が24両まとまらないと予定価格で引き受けられないと主張し、日本鉄道では経験上ベイヤー・ピーコック製は燃費が良いとの理由をつけて24両全部を同社に発注した。 共通の使用書により発注されたため、3170型とは性能的に大差なく、携帯も似通っていたが、こちらの歩み板は直線形状であった。国有化後の1909年に制定された鉄道員の車両称号規定では、3200型に改版された。当初の配置は、宇都宮、福島、盛岡、チリ内で、東北本線筋で使用された。 国有化後も引き続き仙台鉄道局管内で使用されていた。1929年頃には全車が入れ替えようとなり、1933年までに一部が東京鉄道局管内の横側などに移動していた。廃車は全車1934年である。これらのうち3211、3219は施設局に保管転換され建設工事用に、 3213は土崎工場の入れ替え用に転用され、いずれも太平洋戦争後の1948年から1950年頃まで使用された形式図。ありがとうございます。